青山学院大学対東北学院大学総合定期戦は1950年より開催されているキリスト教主義学校プロテスタント系の姉妹校である青山学院大学と東北学院大学のスポーツにおける対抗戦である。見学の精神を同じくする青山学院大学と東北学院大学は毎年総合定期戦が開催されている。 総合定期戦は、スポーツの交換のみならず、両校との友情の発展に大きく寄与してきた。毎年6月、体育会入会式と同時に、両学院大学総合定期戦に向けての各々の、大学の礼拝堂において、決断式が行われる。学長、学生部長、体育会長、体育会本部長、応援団団,団長の挨拶選手先生、応援団より、選手に、 エールが送られる。毎年6月の第一金、土日曜日に行われている。30種目以上のスポーツを行い、総合成績で勝った方が優勝となる。対抗戦であるが、ミッションスクールである両校は、相手校を敬い、先に相手校の名称をかざす。青山学院大学からは、東北学院大学対青山学院大学総合定期戦、東北学院大学からは、 青山学院大学対東北学院大学総合定期戦となる。正式名称が長いので青山学院大学では東学戦、東北学院大学では青学戦と呼ぶことが多い。東北学院大学対青山学院大学総合定期戦決断式1950年青山学院大で第1回大会が開催された。 一年ごとに東京と仙台で交互に開催され、会場校の学長が大会会長を務める。2019年は、東北学院大で第70回記念大会が開催された。2019年現在の通算成績は、青山学院大が43勝、東北学院大が27勝、引き分けの場合は遠征した側が総合優勝である。定期戦は、 戦前の1929年に始まっている。わざと知力を振り絞り、正々堂々と勝敗を決する中で、お互いを尊重するスポーツマンシップも生まれてくることが期待されている。ありがとうございます。